はい、本日は、パラアイスホッケー日本代表の児玉奈央さんにお越しいただきました。今日はお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、いろいろとちょっとお聞きしていきたいんですけれども、はい、まずは簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、中学生に障害になりましてですね、この競技に出会ったのは社会人になってからなんですけど、まあ、そこから7年間競技を、このパラアイスホッケーという競技を続けてまして、まあ、この前2018年ですね、ピョンチャンパラリンピックに出場しました。児玉です。一応ポジションはフォワード、まあ、点を取るっていう仕事が、仕事のポジションですね。はい、わかりました。ありがとうございます。そのパラアイスホッケーなんですけれども、始めたそもそものきっかけをお伺いしてもよろしいですか。私がその今の職場ですね、勤めた時っていうのがちょうど2010年のバンクーバーのパラリンピックがあった年なんですけど、その年ってこの当時アイススレッジホッケーっていう名称ではあったんですけれども、がカナダを破って銀メダルを取ったっていう奇跡の、年でですね、はい、で私がその職場に入った時にですね、その銀メダル取った先輩がいるらしいよっていうお話を聞いてたんです。はい、まあ、それは知ってたんですけど、その先輩と巡り合ったのはちょうどその1年後ぐらいなんですけれども、うん、先輩から声をかけていただいてですね、はい、一緒にやってみないか、当時僕何もやってなかったので、ぜひやりたいです、やらせてくださいってところがこの競技を始めました。すぐにその興味に結びついたんですか。そのいろいろ競技がある中で、あ、これだっていう何か直感が働いた感じはあったんですか。まあ、正直なところ何でもいいからスポーツやりたいっていうのがあったんです。うん、で私そんな外に出る人間ではなかったので、競技に触れ合える機会っていうのがなかったんですよね。なのでこの誘われたこのチャンスを逃したら、もう他のスポーツにも巡り合えないかもしれない、これはチャンスだって思って、まあ、飛び込んでみたっていう形ですね。わかりました。その普段あれですか、どこでどんな感じの練習をされてるんでしょうか。基本的に、まあ、ホッケー、まあ、一般的なその球技のスポーツと同じなんですけれども、まあ、走るっていうことですね、まあ、スケーティングと、はい、ドリブル、まあ、ボールの仮でホッケーパックっていう、まあ、楕円状のゴム製のものを使ってるんですけれども、はい、そのパックを使ってのドリブルと、まあ、味方がいるスポーツなのでパスを使う、そして最後シュートを決める、この4つが基本的な練習メニューにはなりますね。でその上で、まあ、点を取らせないようにするっていうことが大事になるわけなので、まあ、守りの練習、まあ、それは結構スケーティングに重なる部分もあるんですけど、この競技の、まあ、最大の魅力でもあるボディーコンタクトですね、接触、いかに体を使って相手を止めるか、この辺りが練習の基本的な部分になっている感じですね。今おっしゃったそのボディコンタクト、接触、僕らは知らない側からするとかなり怖い、もしかもスケーティングスピードによってガンガン当たってくる、相当怖いんじゃないかってイメージがあるんですけれども、やっぱりそうなんですか。私がそうですね、怖いですっていう結論になってしまうんですけども最初にホッケーを始めてですね、当時まだ私障害はあったものの足があったんですね。で世界のプレーってどういうものなんだろうって YouTube で見たんです。はい、まあ、そしたらもうなんだこの競技は、と接触どころかなんか相手をこう投げ飛ばしてるんじゃないかぐらいの激しいコンタクトで、これこの足だと俺死んじゃうんじゃないかなと思って、まあ、自分の弱い部分をなくすっていうところで、当時膝が悪かった膝を切断するっていうところまで決断したって、そのぐらい
あのボディコンタクトには恐怖が、恐怖というか、そうですね、怖さ、あの身を守るためのなんでしょうね、弱い部分をなくさないとボディコンタクトを買っていけないなっていう、まあ、決意ですかね、固めていったっていう形で、そうやって、まあ、乗り越えていったってことですね。そうですね。なるほど、分かりました。その、まあ、競技をする上で、まあ、試合、まあ、練習ありますけれども、うん、あの大切にしていること、あのこれだけはっていうような、なんか普段から心がけていることとかってあるんですか？そうですね、まあ、主に2つあってですね、まあ、1つはあの僕たち、まあ、アイスホッケーをやるアイススレッジホッケー、パラアイスホッケーやるメンバーっていうのは、あの練習時間が少ないんですね。まあ、練習するためにはリンクを貸し切らないといけない。はい、でもリンクを貸し切ってもらえる時間って、まあ、深夜帯の練習しか空いてなくてですね、まあ、いつもその夜遅くの練習に、まあ、お金もかかるので、まあ、決められた時間を借りて練習してるんですけれども、その短い時間をいかに集中して行えるか、時間を大切にするっていうのが一点ですね。であと、まあ私個人としては、あの常に試合を想定した、この練習を試合でこういうふうに生かすために練習をするんだっていう、常に試合を意識して、試合を意識して、もし相手こう来るかな、じゃあこういうふうに動いた方がいいなってやったりとかですね、を意識した練習です。この2つが自分の練習の時に心がけているところです。お聞きしているとそのもうフィジカルだけではなくて、かなり頭脳、頭を使う競技なのかなというのも今感じたんですけど、やっぱそういうイメージはありますか？そうですね、あのやっぱり、まあ、フィジカルが強い選手というのは競技においてはすごい有利だとは思うんですけれども、ただあの、まあ、海外の選手とやっているとですね、あのフィジカルとしては自分と大して変わらないかなって思う選手であっても、その体の使い方であったりとか、そのエリアの使い方って言えばいいですかね、あのスペースを作るのが非常にうまい、ただ闇雲にこう近づい、まあ、パックを持ってる選手に対してパック取ろうと思って近づいたら、実はそれは他のスペースを広げるための罠だったりとかっていうところですね、うん、そういった頭のいい選手っていうのは非常に怖いですね。そうか、そういうのを分かりながら今後見ていくとかなり面白そうですね。そうですね、はい、感じました。健常のホッケーと違って僕たちバックスケーティング、後ろ向きのスケーティングができない。ディフェンスの人たちって、立ってホッケーする人たち、普通のホッケーの人たちって下がりながら全体を見て守っていくわけなんですけど、僕たちは基本的にバックスケーティングできなくはないんですけれども、断然遅いんですね。なので前を向いてしか進めないって言ってもいいんですけど、そうするとどうしても自分の後ろのスペースっていうのが、もう敵にとっては安全地帯になるんですよ。そういったあの太刀の健常のホッケーとは違う特性っていうのあるので、まあ、そこをぜひ見て楽しんでいただけたらと思います。分かりました。児玉さんの今後の目標を伺ってもよろしいですか？そうですね、あのまず強い日本のチームを復活させたい。でそのためにはあのより多くの、まあ、選手、人にですね、この競技を知ってもらって、この競技に参加してもらいたいと、そういった広い裾野の中で競技を強化していって、そこから選ばれていく、まあ、強い日本チームっていうのを作っていきたいっていう形ですね。分かりました。あの僕も含めてそのやっぱり馴染みのない競技なんですよ、正直なところ、うん、でやっぱり今あのご覧になっている皆さんもそういった方多いと思うんですけれども、まあ、これからあのアイスホッケー、パラアイスホッケーを始めたいっていう方、もしくはあの初めて知ったんだけどすごく興味が出てきた、そういった方たちに対して何かメッセージとかいただけますでしょうか？まあ、あのこの競技っていうのはすごい難しい競技だと思います。僕が何でしょうね、最初に始めて続けてる
理由の一つでもあるんですけど、僕がこの競技を続けてる理由っていうのが、最初始めた時に全く何もできなかったっていうのがきっかけなんです。ただそれを一つずつ一つずつステップアップしていくと、まあ、滑れるようになりました、だんだん速くなりました、初めてアシストのパスを決められました、自分でシュートを決められました、試合に勝ちましたっていう風にですね、だんだん自分の上手くなっていくステップアップの度合いっていうのが分かりやすい競技だなっていう風に思いますので、まず始めていくこと、はい、あとはその上手くなる方法っていうのは、まあ、私たち選手もおりますんで、どうやったら上手くなるのか一緒に相談していきながら、自分が強くなっていく過程っていうのを楽しんでもらえたらなと思います。分かりました。最後になるんですけれども、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて何か意気込みいただけますか。私冬競技なので、まあ、次まず2020年っていうところに向けてになるとですね、まあ、日本地元でやるっていうところでですね、まあ、僕もパラリピアンとして何かその行事に関われたらなっていうところで、いろいろなパラスポーツっていうものを皆さんに知ってもらいたいと思って、まあ、自分もそういった経験もしてみたいし、周りにも伝えたいっていった、まあ、そういった普及の部分をさせていただきたいなと思って、で、まあ、その後2020年の北京ですね、はい、についてもまあ、その2020年で終わりではなくて、せっかくのアジア圏での、まあ、連続での開催っていうところもあるので、その勢いを持ったまま皆さんに、まあ、夏競技の後の冬競技パラスポーツっていうところで、うん、ぜひ楽しんでもらえるようにしていきたいなっていうふうに思っております。わかりました。今日はありがとうございます。はい。